なんかちょっとおっと思うところがあれば身内読みなんでしょうね、多分このカードは。ラース対ロードス。もう数少ない弱点としては中間距離での透かし確定や置き技に対する対処が苦手なんですけれども、そこはラースはちょっとあんまり押し付けづらい部分ですよね。まあ4連続ブレイクローからさあバイトル、これは壁が近いぞ、置き攻め優秀、あっちゃんが勝てるとしたらここ、この置き攻めでダメージを取れるか、がしかしそれは成功しなかった、これを見せている。さああっちゃんレバーから手を離してしまったが打ち損なりました。先制はシグラ、ダブルドラゴン確定撃、口ヒット、これはガード、有利から有利から有利から一生有利だ、しかしやはりあっちゃんはこのシャドウカッターの当て感です。飛ばしてスラッシュウール投げていく、ドラゴンやはり攻めの継続力ではローの方に分があるので、近づいてしまった状態ではラースとしてはリターンは何かしらで取っておきたいですね。接近した以上、さあ接近を阻む1-1です。この第3ラウンド、フラヒアガード、しかし投げ抜きを打ってしまっている、展開見やめよ、しゃがませない、シャドウカッターから、いやしゃがんでいる、さあうまい、これは頭の中意識の中でした。志村セービング、展開を作っていく、さあフラッシュキック、おきげだんぎり太陽、その場立ちしてもリスクはない、まあ、リスクがあるとすれば置き中盤蹴りを食らってしまうぐらいといい選択肢ですね。リーチとなりました、リーチをかけているのは志村、中間距離シャドウカッター、シャドウカッターを打つのもやはり怖いですよね、中間距離、これは右投げになってしまう、抜けている、しかし体力リードを取っているのはあっちゃんです。さあ飛び込み、うわカウンターヒット、これはまずい、どうなの、分子圧、これ当たるの軸連れてっけど入れ、いかんから蹴っていく、ギリギリ残った、ジースマ、どうなんだ、サーティン青キックの発生が早い、勝ったのは志村です。今日の志村は勝負強いですね、先に大将を引きずり出されたのはピンポン松本、さあ正統のレオ、ピンポン松本、これ大ランキング一番上、レオが一番上、全員一郎じゃん、ぶっちぎりで1位、ぶっちぎりで全員一郎、レオ使いピンポン松本、ラウンド、さあしかしそんな全員一のローキックは裁かれている、なんだなんだ、出していく、ノーの超山爆風、男キャラだったら RP で拾えるんですけれども、前走ライアントを打っていきましたね松本、さあ使っている、出し切って、河原東南の、さあモゴモゴした展開、接近戦で続いています、モゴモゴしてる、シャフラからさあこれ当てに行ってるのに、さあこれで1ラウンドの先制は松本、
回帰させてスライディングで攻めていく志村、ワンツーに、さあ空中判定、反撃は完璧ではないが、ここでカウンターヒットもらってしまう。決まるとリアツの動き、さあ強い2発目の波装がある上にホーミングなので、ホーミングは非常に強力ですね。ローのホーミング、さあこれはまたも出し切っていく、壁があるので前走台を置ける、空中判定でも拾っていける、このアドリブ力、さあ壁に置いてます。ローの壁際ね、きついっすよね。さあこれは中盤がヒットして、だいぶマスネットダメージを取ることに成功、志村結構ローキック、志村が強いぞ、乗ってるのか志村、三択まであと1ラウンド、巨漢ピンポン松本を全員連れ落としての意地を見せてほしい、中間距離第4ラウンド、しゃがんでしまう、起き上がらず使って、今度は中段いやらしいですね、振り分けがうまい、さあカウンターヒットしてしまうと連連の決まり、志村が強すぎ、ローの強さ生かしてますね。さあこれでベスト4の4チームが決まりました。